はようございます。今日は、2019年の2月の18日、月曜日、時間は12時28分です。よろしくお願いします。昼過ぎですね。今から日課のロードワークやろうと思います。よろしくお願いします。今日も10分から走り始めます。誰かタイムキーパーよろしくお願いします。頑張りましょう。今日天気いいね。春だよ。すごい。はい、バブツ。天気いいね。さあ、準備運動します。はい、ワドツ。おはよう。金魚姫さんやるよ。やるよ。今日は天気がすごくいい。ピーカンだよ。すごいね。エクスパンドさん、さあ、ごとう、取れ。今日も頑張りましょう。
お今日28回目かな。今日何回目だろう。今日は天気もいい、風もない、ベストコンディションだよ。本当にすごいいいコンディションだね、天候は。今日10分からスタート。人魚姫エクスパンドさん、太陽を意識してごらん。星みるみる星さん、こんちゃ。対戦相手もう決まってるんですか。決まってますよ。エクスパンドさん、コスモを感じろ。去年の末の契約の段階で決まってますよ。格闘技はね、対戦相手が決まらないと契約しないんですよ。誰とやるかわからない相手でやれないでしょ。金魚姫さん、タイムキーパーやりますよ。ナイス、いいね。エクスパンドさん、エネルギーを使おう。エネルギーを使おう。星みるみる星さん、そうなんだから誰だろう。温度を意識してごらん。いや、昨日高カロリーなもの食べたからね、思いっきりエネルギー使おうね。うまい棒。エクスパンドさん、温度を上げてごらん。いや、あと2分です。そうだよ、リンパもすごいパンパンに腫れてる。40本食べたらダメだ、50本か。ステーキありがとう。エクスパンドさん、ほら、おもぎり夏だと思って。夏嫌いなんだよ俺。春が好き。春を感じようか。春と秋を感じながら走ろうか。好きな季節。風がね、冷たく吹いてね、季節が変わる時の風が好きなんだよね。エクスパンドさん、おもぎり夏の太陽を意識してごらん。夏嫌いだって俺。あと1分です。エクスパンドさん、もっと感じて。エクスパンドさん、ワドの知るコスモだよ。エクスパンドさん、さんじゃない。10秒前。エクスパンドさん、さんじゃないんだよ。スタート。ジャパさん、そのジャケット暖かい。
ですね、そうそう。
上げてこう、上げて上げて、エクスパンド上げて上げて、エクスパンドさん、誰かの思惑の下だとしたら、金魚姫さん4分経過、了解。面白いでしょ。
ネガティブいらないよ。
スタンド3だから窓にバトンをつないだ。Thank you.
エクスパンドさん、私は全て自分の気づきだから。
30分6秒です。お疲れです。最近30分切れねえ。金魚姫さん30分6秒、皆さん、エスパンドさん、僕みたいな人間はいるよ。何年も前から年の近い子たちの中でも。ありがとうございます。今日のタイムは30分6秒、タイムキーパーは金魚姫さんでした。金魚姫さん、ありがとうございます。皆さん、金魚姫さんに拍手をお願いします。匿名さんから花火4発いただきました。ありがとうございます。ダッシュ行きます。ありがとうございます。ありがとうございます。30分切れなくなってんな。なんだろうな、4日連続ぐらい30分切れてない、走ってんのに。すごい、よくないっすね。26分が遠い、28分も遠い。暑いね。ありがとう、アイテムありがとう。了解。ちょっとスランプ来てますね。あんまり良くないですね、30分切れないのは。すごい汗、悔しいっすね。声援が欲しい、コメントを盛り上げて欲しい。走ってる時ネガティブなのは一気に途切れる。そうですね、続けましょう。本当リクさんの言う通りですね。続けましょう。ただタイムもっと早く出したい。今日暑いな。タイム上げたい。いやー、4日連続ぐらいちょっと30分切れてないんで、焦りますね。ちょっとだけ焦りますね。気合入れていきましょう。気合入れとこう。汗がすごい。了解です。そうですね、やるしかないですね。坂道出して行きますか。
涙嘘をつくけど朝嘘をつかない。何そのかっこいいの。でもほらラーメン食べてる時とか僕汗出ますようどんとかラーメン食べてる時汗止まんなくなる生粋の嘘つきだから。花火ありがとうございます。ありがとうございます。いやー素晴らしい、なんかかっこいい言葉だね。涙嘘をつくけど汗は嘘をつかない、かっこいいね。しびれるわ。うどんとラーメン置いとこうかねえかっこいいね。徳明さんありがとうございます。花火じゃちょっとタイム悪かったんで、本当は5キロ走ってる間の花火でダッシュなんですけど、今日はダッシュで追い込みましょう。あの4本じゃなくて5本、せっかくいただいたんで、あのタイムが出なかった分はダッシュで他でカバーしましょう。5本走ろう。フィクさんいらっしゃい。いやそうなんですよね。いやでも本当に体がむくんでる、水分が多い、朝食べ過ぎた、昨日の夜食べ過ぎた、今日は天気がいい、風、地面が滑る、風がない、太陽が暑い、そういうの考えたことなかったんです走るまで。今日天気いいなとか、風が気持ちいいな、寒いな、違う、タイムを出すために自分の体のことが起きた瞬間わかる。今日は口が粘っこいなって、今日はすっきり寝れてるな、今日は走ってる時体が軽いなとか、今日はうまい棒効果っすね、これネバネバしたり。関ちゃんいつもありがとう。もしかしたらね、なんか今日もね慎吾さんとコラボするかもだって、ちょっとまだ分かんないんだけど、食いすぎは体に悪い、一本でももう十分だよね。汗がすごい。天気いいね。水分補給。いや、絞れます。65まで絞れます。直樹兄さん対策で73キロまで上げちゃったんですよ。そうっす。スタミナがっちりつけるのと、体が一番軽い、そのコンディションに持ってきます。それが、中学生の時の63キロとかだったんですけど、63キロだと、あれなんで、65キロ。いや、俺にとっては痩せる体重。それで行こうと思います。トレーニングですね。じゃあダッシュ行きましょう。そうですね、63から65だったら、その相手が72キロだから、そんなに悪くない。
あ、今日 やらないっすか。 OK です OK です。で今日なしでいいんすか。なんか愛子さんが来たがってな。愛子さんに後で教えてあげないと。今日なしですね。了解です。 R さんありがとうございます。じゃあ5本、5本行きましょう。そうだよな、2日連続はさすがにそれが正解だよな。わかる。じゃあ1本目いきます。ありがとう、京健さん。仕事頑張って。2本目、花火師さんからいただいた2本目、感謝のダッシュ行きます。全力で行きましょう。携帯持って走ってます。よし、発音ボール。逆光なのか。行きます。3本目。他にお店ちょっと脱水症状だよ。今日暑い。ちょっと脱水症状気味っすね。頭クラクラする。
ちょっと待って。OK, OK. あと2本。あと2本。全力で行きましょう。行きます。そう、これ終わったら1本水飲もう。行きます。よし！あ！ちょっと水飲もで休ませて、ラス1、いい調子、はい、こういこう、ラスト、オッケー、あー、立ちくらみ半端ない、調子悪いな、今日絶対これうまい棒なんだけど、絶対うまい棒だよ、これ。いや、なんかギトギトする体が、立ちくらみが、ちょっと水分、糖分欲しいね。ラスト行こう。ふぅ、こんにちは、せいちゃん。X。あ、どこ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 ってバスドラムだったんだ。やっと意味が分かった。よしきの2バスだったんだ。いきます、ラストです、ラストです、全力でいきましょう。お疲れー、ふぃっす、お疲れっす。お疲れ。花火さん、ありがとうございました。よし。お疲れ。次、腹筋か。ちょっと今日ダメだ。ベンチに座る。
ありがとう、ステゴロ頑張るよ、サイトさんありがとう。熱だね今日、ピーカンだから太陽が超暑い今日、太陽だ。昨日もね22時間配信してね5時間ぐらいしか寝てねえかんな。それは体調良くねえわな。ありがとう、金魚姫仕事だったんだ、ごめんね、超助かった、ありがとうね。帰るか、ポカリ飲もう。ありがとうね金魚姫、助かったよ、ありがとう、仕事中なのに。うわー、ありがとう、花火ドンチキまだだよ、今5キロ走ってダッシュ5本で次腹筋、ラストの締めの腹筋っすね、まだだよ、ありがとう花火ドンチキ、シャワー浴びて飯食いに行こう、何食べようかな、昨日腹筋追い込んだせいで腹筋ちょっと筋肉痛なんだけど、シャドウを軽めにやるか腹筋100やるか迷うな、多分体力的にどっちかしかできないんだけど、どうしようかな、腹筋休めてシャドウやろうかな、どう思う、超回復狙った方がいいかもしれない、昨日140回やったからシャドウにするか、今日は軽めのシャドウ、そうしよう、今日は軽めのシャドウでいきます。戦闘行こうかな今日。
はいよ。ねえ、いい天気だね。今日暑いよ。今日すっごい暑い。すごい綺麗な外人さんだな。芸能人っていうか女優さんみたいな外人さんだったな。おかわり作るか。ちょっとポカリ作ってくる。待ってて。おいけぴー
愛子さんに伝えないとね。愛子さんに言っておくわ。LINE 送っとこう。そうだね。愛子さんに送っとこう。今送っといた。
じゃあ軽くシャドウやって終わりにしますか、今日は。トレーニングは。よし、行きましょう。シャドウやります。水分補給バッチリです。バカありがとう。77分か。エクスパンドさん、いかがくちゃだらねって言った。そう感じた。窓監督さん、軽めにシャドウ。
100万札束さんをもめにしよう。エクスパンドさんうまいだわ。Thank you.
ったら起きる熱抜けてもいい。じゃあ今日の練習これで終わりにします。お疲れ様です。